山本修五郎失恋第5番千田次郎は東方合成樹脂株式会社の連絡課長である名目は課長であるが秘書の宮田俊子がいないと何にもできない。 一層はっきり言ってしまえば事務のすべては宮田秘書が処理をし千田課長は何にもしないのである会社は新興産業に隠れもしない儲け頭で市場における株価は常に高値のトップを占めている川崎にある大工場のほかに今月島へ研究所を備えた3つの工場と5階建ての本社を建築している状態だから 社内の活気だっていることはもちろん実際のの部も目の回るように忙しい丸ビル3階で7部屋閉めている事務所は絶え間のない訪問客や飛び回る社員や給仕の出入りでどの扉もほとんど閉まっていた試しがないし室内はいつも電話や卓上ベルや人を呼ぶ声や書類をくる音などの反響で締め切り時の新聞社のように騒然としている。 それはどんなに用心深い投資家も財布の紐を解かずにはいられない傾向である壁でさえ黙って見ているのがつらそうなこの忙しさの中で連絡課長一人は大然と時間を持て余していたと言っても決してジムが換算なのではないボイスパイプのブザーは鳴るし電話はかかってくるし給事や社員も ひっきりなしに伝票や書類を持ってきたり受け取っていったりするがそれらは宮田秘書が一人で手際よく片付けてくれるので彼は椅子にかけて眺めていればいいもし宮田城が手の離せないことをしている時電話がかかるとかボイスパイプのブザーが鳴るかすれば彼はやむなく受話器を取ってこう答えるああ連絡かです 課長は今手が離さないから急ぐならこのままちょっと待っていてくださいそして宮田城に引き継ぐのである午前10時から午後4時半まで川張りの椅子にかけてタバコを吹かしたりまどろんだり鉄アレイを持って屋上へ体操をしに行ったり喫茶に出かけたりする以外彼でなくてはならないという用事は少なくとも今のところ一つもない退社時間は4時で 社員がすっかり引けた後書類金庫に鍵をかけ、ブースの扉をロックして帰るのが課長の役であるが、これも宮田城がすっかりやってくれるし、おまけに曲がっているネクタイを直し、街灯を着せ、帽子をかぶらせ、カバンを持たせて、さあよろしゅうございます、と戸口まで送り出してくれる。バカバカしい。それなら何のための課長だ そんな人間がどうして首にならずにいるんだ。こう不信を打たれる人があるかもしれない。そこで申し上げるが、彼は社長の一人息子なのである。あはあ、それでわかった。そんなのがよくいるよ。おそらく彼も低能なバカ息子の一人なんだろう。そうかもしれない。 彼は仙田仁一郎社長の一粒種で東大の英法家をいい成績で出ている在学中はラグビーの選手だった柔道もやるし水泳もやることに水泳は飯より好きだというくらいで一度泳ぎ出すと23時間は上がってこないのが普通だ一度沖へ出たっきり半日も帰ってこないので溺れたに違いないと大騒ぎになったことがある 人を集め船を出して探し回ったところ四海里も沖でイルカのように遊んでいるのを発見された緑色の水の上で仰向きに浮いたりくるりとでんぐり返しを打ったり潜ったり跳ねたり全くイルカのように危機として遊んでいたそうである戦争中は海軍にいて終戦の時は注意だった 南方にいたのが福員で遅れ帰還したのは22年の2月ですぐに父から合成樹脂の連絡課長の席を与えられたわけだこういう経歴に加えて29歳という年と五尺八寸五分の筋骨たくましい堂々たる体育とちょっと目尻は下がっているが線のはっきりした愛嬌のある顔つきを想像すれば どんなに安く踏んでも相当に精力的な青年実業家と言えるだろうにもかかわらず事実は前に紹介した通りだ課長とは名ばかりで何にもしないあるいはできないのである何しろ体が体だから無いでいることも楽ではないと見え会社には10ポンドの鉄アレイが置いてあって 日に何回も屋上へ行っては体操をし家にいると四貫目ある聖堂の火鉢を座ったまま腕で二三十回も上げ下ろしするそれでも骨や筋肉がむずむずしてやりきれないというそしてそれが彼唯一の不のようだった低能な馬鹿息子の一人だろうこういう推定に対して 作者が一応そうかもしれないと応じた理由はもう一つある。それは彼の図ぬけて惚れっぽい性分だ。実によく惚れる。それも決して地規親類や身の回りには目もくれないで、通りすがりの娘とか商店の売り子とか、どこかのタイピストなどという類に決まっていた。つまり、全く未知の女性でないと興味がないらしい。 戦争の前にはそんなことはなかったそうだがこの頃では自分でも欠点だと認めるほど顕著な性格になったほら、はよっぽど女好きなんだな彼は時々こうつぶやくそれもどうやら普通の女好きじゃねえらしい帰還してから4人の見知らぬ女性に恋し与びとも失恋している 会社にいる女事務員たちの中には随分積極的に好意を示す娘たちが少なくない。しかし彼はそういう娘たちには無関心で、もっぱら未知の女性に惚れては失恋を繰り返してきた。そして今、五人目の恋に熱中しているところである。だが、どうして早々失恋ばかりするのだろうか。よろしい。 五人目の恋人を彼がどう扱うか拝見することにしよう。二。銀座の資生堂まで三十分で行けるかね。いい趣味ではございませんわ、このネクタイ。タクシーがあるだろうか。赤すぎますわ、どうしても。 少し赤すぎますわ。時間だけは守るという約束なんだね。お服もグレーのになさればよかったんですのに、これではまるで調和が取れませんわ。花がいいかね。チョコレートかね。このちぐはぐな会話の一人は千田次郎であり、相手は宮田俊子である。場所は連絡課のブースの中。 時計は4時20分過ぎだ。社員はあらかた帰った後で、今宮田秘書が千田課長のネクタイを結び直してやっているところである。と子は25歳だが老けて見える。少しそばかすがあるけれどもなかなかの器量で、肉付きのしまった敏雄そうな体つきだ。特に細くすんなりと伸びた足と利口そうなよく動く目とが人目を引く。 彼女はネクタイが済むと自分の水油と櫛を出して乱れている彼の髪をなでにかかる。いつ頃からお知り合いにおなりですの二週間ばかりになるかな二郎は膝をかがめて彼女が楽に頭をいじれるように状態を低くする。名前はヤ山スミコって言うんだ。嘘じゃないぜ。 火鉢の中みたいな名だけど、本当なんだ。どこに勤めていらっしゃいますのちょっと横を向きになって。商工ビルの何とかいう事務所だってさ。彼はかがんだまま頭だけ横へ向ける。駅でよく会うんだ。ほっぺたにほくろがあったね。校舎口の階段の下で待っているんだよ。 ちょっと気は強そうだが悪くはない。ウインクというやつをくらったには負けたけれどね。何しろかなり可愛い娘だよ。はい、ようございます。宮田城は櫛を置いて彼を立たせ、後ろから街灯を着せかける。資生堂までなら30分あればたっぷりですわ。贈り物はマクスウェルの詰め合わせチョコレートになさいますし。 もしお食事に誘いでしたら、クラブへ電話しておきますわ。飯は家のが一番うまいよ。二郎様はそうでも、お連れ様をお誘いなさらないんですのお連れ様彼は驚いたように秘書の顔を眺める。あの人、飯を食うかね宮田城は帽子をかぶらせ、 さあ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませと彼を戸口へ教える。そして廊下を出て行く後ろから、お花をひねる癖はいけませんですよ、と注意を与える。そして向こうへ曲がってしまうまで見送ると、部屋へ戻って椅子にかけ、がっかりしたように肩を落としてため息をつく。明らかに悩みを持つ人のため息だ。目が潤み。 唇がかかすす。にえいけないどうやら彼女は泣きだすように見える失礼して千田次郎の後を追いかけるとしよう鼻をひねるべからず彼は大股にすきえ橋を渡りながらこうつぶやくコンパスが長いから恐ろしく速い往来は黄昏の混雑時で折るような人でだが 彼はその早足で素晴らしく巧みに追い抜き身をかわしすり抜けていく。鼻をひねる癖はいけない。マクスウェルで詰め合わせチョコレートを買う。パン飯は家で食べると。そして彼は右手でその高い鼻をつまんでぐいっとひねった。西五丁目の裏にマクスウェルという西洋菓子店がある。 千田次郎はその店へ入った。いらっしゃいませ。お珍しゅうございますわね。カウンターにいた綺麗な娘がにこやかに笑いながら挨拶した。どちらかへ旅行でもなすっていらっしゃったんですの旅行じゃない。チョコレートをもらいたいんだ。詰め合わせのやつをね。彼はにこりともしないで脇のケースを覗く。 その、真ん中にあるのがいい。5時までだからリボンをかけてくれないか。ちょうど支払いをしに来た客があるにもかかわらず、娘ははいと答えて大層に熱心にケースの戸を開ける。次郎は壁の時計を見る。5時10分前と確かめながら鼻をひねる。その途端に後ろから肩を叩かれた。おい 先ンじゃないか。振り向くと二人の青年紳士が立っていた。おお。二郎の目尻が下がり、あけっぴろげな笑いで顔の造作が崩れた。森口に沼いか。どうしたどうするもんか。貴様を見つけただけさ。が、まあとにかく、どっかで腰掛けよう。 いやあ、そいつは CC。元海軍士官一部のスラングで、困る困るの略。だ。彼は包んでくれたチョコレートを受け取り、金を払いながら残念そうに首を振った。今日は5時に人と会う約束がしてあるんだね。これからすぐ。電話をかければいいさ。こう言って一人がカウンターにある電話機を寄せた。 今日は戦友に会ったから行かないってさ。生死を誓った戦友にさ。俺がかけてやろうかいや、自分でかけるよ。彼は不祥不祥に受話器を取り、ダイヤルを回した。しょうがねえなあしかし30分だぜ。今日は30分で勘弁してもらうぜ。何しろ相手は、ああ、もしもし、そちらは、 320分の後彼らはパンテイという地下室の酒場でウイスキーハイボールを飲みながら景気よく笑ったり話したりしていた森口音彦は太くて濃い眉毛をはじめ鼻も口も目も耳も並外れて大きいから印象がはっきりするちょっと珍しい僧帽で海軍にいた頃は ラカンさんというあだ名があったこれは適評であるし自分でも認めていると見え俺の面は坊主にでもなるより他に通用しねえと諦めていただが成果は某財閥の一族で有名な資産家でも知られている沼井優作はちょっと紹介しにくい顔立ちも体つきもごくありふれた諸君の周囲にいくらでも発見できる人柄だ 興奮すると顔が赤くなり、少しどもるのが特徴といえば特徴であろう。無口だし、話すときも低い声で大層物静かである。名古屋の大きい建築家の四男坊で、千田二郎と同じ大学の独文化を出ていた。これで出径するぜ。あと十分きりなくなった。なに大丈夫だ。三分で行けるよ。 森口が肩を押さえる。それより仙だあの梶原を覚えているかあのいじらしい勘人袋をさ。いじらしい勘人袋か。次郎はふっと煙ったいような目つきになる。ああ、覚えてる。覚えてるよ。梶原宗介。しゃれのうまいやつだった。 そして話が続く。が、間もなく彼はびっくりして椅子を立つ。いけねえ今度こそ帰るもう5分前だそう、慌てるなかけて行けば1分30秒だ今度もまた森口が彼を椅子へ引き戻す。これから肝心な話があるんだ。君は牧野を忘れちゃいないだろうな。 機関兵装の牧野八郎をさ。そこで牧野八郎のために思わず時間が空飛され、気がついた時には5時40分になっていた。電話で懇願の上伸ばした時間から10分過ぎたわけだ。二郎は電話へ飛びついた。森口は沼井を肘で小ずく。そして大きな目を細くしてニヤリと笑う。 次郎はやがて落胆と失望のあまり片手をやけに振りながら戻ってきた。冗談じゃねえ。帰っちゃったぜ。皇室のものは皇室へ返すさ。無理をするな。森口はこう嘘う吹いてマダムを呼んだ。先方が帰ったからこっちも貸しを変えよう。これからカジワラに合わせてやる。カジワラに合わせる カジワラ・ソースにか山木にも、橋本にも、草野にもさ。森口はこう言いながら勘定をすると、千田次郎の手からチョコレート箱をひったくってマダムに渡した。お千代が来たらお土産だってやってくれたまえ。さ、出よう。彼らは地下室から出た。まだそれほどの時刻ではないが、飾り窓や街灯が明るく輝き出したので、 表通りはもうすっかり酔いの気分だったついそこに俺たちのクラブがあるんだ電車道を30軒堀の方へ横切りながら森口はこう言って仙田と腕を組んだバッカスクラブと言ったな時々みんな集まって気軽に飲むんだただちょっとした条件があるんだが君にもぜひ入ってもらいたいと思ってねいいとも だが、条件って何だい何、大したことじゃない。ほんのちょいとした試験さ。つまり、君にその資格があるかないかというね。こっちへ曲がるよ。橋を渡って右へ折れると左側。小引町六丁目の一角に、五階建ての樹力ビルという、さして大きくはないが、がっちりした建物がある。何々商事。 傍傍事務所といった看板の四つ五つ並んだ表の扉を入り暗くて狭い階段を足探りに3階へ登った恐ろしく暗いなあ二郎は階段に結まずきながら笛を言ってこりゃクラブというより圧巻仲間の巣窟という感じだぜ文句を言うなここだ 三階の廊下を曲がると、まだの明るい部屋がある。沼井がそこの扉をノックしたが、その叩き方には符号があるらしかった。返事が聞こえて、扉は中から開かれた。いいカモを拾ってきたぞ。森口がいきなりそう言って、仙田を前へ押しやった。そら、どうだ扉を開けた青年は、 やあと言ったこれは美男子である青白い面長な,な顔に口ひげを立て憂鬱な目と物悲しげな唇つきそれはいつも少し片方へ並んでいるとがそのきれいに手入れをした口ひげとともに一種の賢儀派的な感じを与えるけれどもかなり貴族的な美男子と言っても間違いないだろう 旧大名家族の中でも浮遊の評判の高い、梶原宗近氏の次男で、宗介。これがさっきパンテイで噂の出た、意地らしい官人袋その人なのである。千田くんだね。梶原は鼻にかかった声でこう言いながら手を差し出した。千田くんだね。しばらく。ごきげんよう。今、チョコレートをね、 いや二郎は手を握りながら片方の手を振ったいや資生堂で会う約束があったね10分遅れちゃったもんだから君がいると言うんでねひげを生やしちゃったのかい相変わらず先田の話は白文だね帰り店がないと他人には訳が分からねえ森口はこう言ってひょいと梶原に目くせをした どうだ先に試しちまおうか。四。そうだね。念のために一つ。梶原は、淡麗な顔に微笑を浮かべた。その間に、祝杯の支度をしておこう。じゃあちょっと、すんだ、こっちへ来てくれ。 森口乙彦は街灯を脱いで沼江に渡すと、すぐ右手にある扉を開けて仙台を招いた。そこは四坪ばかりのがらんとした部屋で、閉めてある窓際に長椅子が一つ、真ん中に接客用のテーブルと粗末な椅子が四脚あるだけ。他にはかぐらしいもののない湿っぽい陰気な部屋だった。街灯を脱いだらどうだ あとから入ってくるセ田に森口がこう言った。セ田は裸電球の光にさらされたこの殺風景な室内を眺め、かぶった帽子も取らずに肩をすくめた。寒いよ。これは脱げやしない。ええー、脱げないかね森口はこう言って目を細くしながらセ田を見た。 そして突然右手を大きく振ったとと、思う力いっぱい千田の横っ面を殴った素晴らしくいい音がして二郎の頭がぐらつき帽子が跳ね飛んだあっけに取られてむしろ何をされたのかすぐには理解のできない体で二郎は漠然と棒立ちになっている森口はその大きな目で鋭くにらみつけながら まだ脱げないかねこれでも右手の甲が、今度は二郎の左の方を痛烈に打った。そして、これでもと追っかけ、右方へ平手打ちである。二郎の顔がパッと輝いた。彼は街灯のボタンへ手をかけ、おら知らねえぞ。と、妙な伝号をした。 いいか、森口。俺のせいじゃねえぞ。彼が街灯を脱ぎ終わる途端に、森口は素早く上着を脱ぎ捨てて、猛然と突っかかってきた。遠慮も加減もない猛烈な体当たりである。二郎の体は斜めになってすっ飛ばされ、背中で壁へぶっつかって横倒しになった。その時まだ片手に街灯を持っていたのが、 倒れるはずみに頭からかぶさったのは気管である二郎は街灯の中で「ほう」という声を上げたそしてゆっくり立ち上がったのだがそれからあとはちょっと書きようがないなぜなら森口の殴りかかる拳を二郎が左の肘で受けひょうのように身を翻すまでは見えたがあとは荒々しい呼吸としい 肉体の相打つ爽快な響きが聞こえ、室内を点々縦横する2人の影が見えるだけでどっちが森口かどっちが千田かの区別さえつかなかったからもっともそれは15秒からせいぜい20秒の間のことだった椅子が砕けテーブルが倒れその倒れたテーブルの上へ2人の体が組んだまま転倒し さらに二つ目の椅子をメリメリと押しつぶしたとき、仙田次郎が森口をねじ伏せ、馬乗りになった左手で喉元を押さえつけ、右手の拳で上から三つ四つ、ピストンのように的確で激しい打撃をくれた。おい、もうよせ。森口は下でうめいた。わかったよ。もう試験は済んだ。 森口のうめきと同時に扉が開いて飛び込んできた梶原と沼井が後ろから二郎を抱きとめた「訳があるんだ先だ。もうよせ」こう言われてもしばらく次郎は動かなかったそしてとくとく流れ出す鼻血を拳で押し拭いながら馬乗りになったままさもけげんそうに森口の顔を眺めていた 10分の後彼らは低いがっちりしたテーブルを囲みウイスキーソーダの祝杯をあげていたその部屋は10坪ほどの広さで灯い色の壁紙を貼った壁面に猪熊玄一郎と岡田健三の絵が1点ずつ他にゾーンの海景ラフのエッチングが1点かけてある素晴らしく贅沢な大きい酒と棚電気蓄音機 探偵小説や画集や天文地理や文学書などという無系統な雑誌の詰まっている本棚そして若い杉を植えたのやヤシだけや高野巻やパパイヤなどの鉢を置いた間にいずれも低いテーブルや椅子がゆったり据えられてある全体が暖かくて明るくいかにも落ち着いた気分に満ちていた祝杯をあげながら 四人は幾度も笑いたもこけた千田二郎の鼻血は水に浸したハンカチですぐ止まったが森口は全く面相が変わってしまったからである裂けた上唇はまくれ上がり左の目は周囲が紫色に腫れてほとんど糸のようだ額には大きなこぶができ顔全体がゆがんでいる「これを見ろ」 と鏡を渡されて覗いたとき自分でもおかしかったのだろうプッと吹き出した途端にあ、いたと椅子から飛び上がったセンダは学校時代にラグビーの試合で何度相手チームの相手を気絶させたかわからない沼井が低い声でそう言ったしまいには 彼にタックルされそうになると、ボールを放り出す選手もあったくらいだ。横鎮時代に枝島チームとやった時もすごかったね。覚えてるよ。梶原がニッと笑いながら頷いた。しかし、今でもそのまんまだとは思えなかったからね。親父の会社の課長なんかに収まって、社員たちに甘やかされて、 相当なまったると思ったんだ。森口の話ぶりは、まくれ上がった唇のようにどこか調子が歪んでいた。それで、試すついでにちょいと焼きを入れてやろうと思ったんだが、ひでえ目に合わしやがった。今度会ったら詫びを言うさ。ねえ、千田くん。梶原が二郎を見た。千田っては、しっかり。 けーって5どうしてこんな乱暴なことをしたかその理由を話すんだが梶原が改まった口調でこう言い出した我々は南方のあの基地で敗戦の象徴を聞いたねあの前後のことをちょっと思い出してもらいたいんだ 二郎は梶原の顔を見た。室内の空気が突然結晶してしまったような澄み切った沈黙が起こり電気ヒーターの鈍いうなりがはっきりと聞こえた梶原宗介はごく普通な淡々とした口ぶりで続ける「小直を聞いた後で海へ突っ込んでいった仲間があったね小野も川辺も佐藤も堀田も」 内山も。それぞれ合気に乗って海の向こうへ消えていった。僕たちのガンルームで残った仲間は七人。ここにいる四人と、山木正一、草野勲、橋本五郎。これだけだった。しかしこの七人もうっちゃっといたらみんな突っ込んでいく仲間のはずだった。まったく。 気持ちとしては、生きちゃ帰れなかったよ。千田次郎があっさりうなずいた。我々の手元からあれだけ特攻隊に死んでもらったんだからな。正直なところ、こっちもあっさり行きたかったよ。それを、突っ込まずに生きて帰ったのはなぜだったろう。梶原はゆったり腕組みをした。 草野が生きり立って、真っ赤な顔に涙を流して、靴で床板を踏み鳴らしながら怒号したね。ここで死ぬのは卑劣だ。二重の罪悪だ。俺たちの責任は今死ぬことでは果たされやしない。若い幾百戦の特攻隊は、軍閥、官僚の繁栄を祈って死んだのではない。 みんなも承知のとおり彼らの多くは戦争がすでに絶望だということを知っていた沼井優作が低い静かな声で暗唱するように梶原の後へつけてから言った「死んでゆく彼らの頭にあったのはもう勝敗じゃない祖国がどうなるか同胞がどうなるかということだけだった」 我々が本当に多くの特攻隊員を殺したことに責任を感じるなら死ぬ瞬間まで彼らの心を占めていたこの一点に応えるべきだ。祖国は再建されなくちゃならない。と、今度は森口が不自由な口で続けた。日本は生まれ変わるんだ。どういう形で再建されるかはわからないが、 非常な根拠観覧と想像以上の年月を要するだろう。軍閥官僚に代わる悪徳、無秩序、混乱、いや暴動流血の悲惨も予期しなければならない。我々はその時、平和の特攻隊になろうじゃないか。今死ぬ命をその時まで伸ばそうじゃないか。これが、 絶望の戦いに死んでいった彼らに謝する、唯一の謝罪だ。森口の言葉が切れて、再び室内は沈黙に占められた。セ田は完全たる目つきで天井を眺めていた。椅子の腕着に両肘をかけ、指を組んだままさっきから身動きもしない。が、彼の頭には、 心痛む一つのイメージがはっきりと思い浮かべられていたデッキの絶えざる爆撃で修理する暇もなく破壊された滑走路の脇すっかり裸にされたり根から倒れたりしているヤシ林の中だまだ二十歳になったばかりの神経質な目をした隊員が手のひらへ乗せたトカゲの頭を撫でながらこっちを見ている敗戦したら 崩壊ですね。彼はべそをかくようにこう言っている。日本は、日本人によって滅びますよ。僕たちは内地にいる時そう言い合っていました。敵は英国でも米国でもない、国内にあるんだって。現にこれだけの戦争をしながら、本当に戦っている人間はごく少数なんですからね。 これでもし敗戦にでもなったらああ僕には見えるようですそしてそれだけが心残りです青年の手の上でトカゲがキキキキッと鳴いていた大体いい試験された意味が分かったよ千田次郎はやがてのんびりとこう言ったしかし 一体どういうことをするんだその前に草野に合わせよう梶原はそう言いながら立って書棚の中から大きなアルバムを出してきた川張りで縦2尺横1尺5寸ほどある大きいものだった見たまえ梶原が開いて差し出したアルバムを千田は椅子から立って覗いた 草の勲のたくましく笑っている半身像が貼ってあった。千田は思わず微笑し、右手の二本指で挙手敬礼の真似をした。しかし、その写真の下に置いてあった左のような文字を読んだ時、彼の愛嬌ある顔から、たちまち微笑が書き消された。昭和二十二年九月十八日。 栃木県桐生市街大里村において、鈴木秀夫ら一味十三名の強盗団を襲える際、拳銃にて頭部負傷。同私立病院に入院。同日死す。二十九歳。彼はその責任を果たしたり。その次を見たまえ。 梶原がごく当たり前の声で言った。山木に会えるよ。次郎はアルバムをめくった。山木キ正一の気弱そうな眉をしかめた顔が現れた。素人写真の引き伸ばしだろう。粒子が荒れているし線もはっきりしない。だが次郎はその顔より先に下に書いてある字を読んだ。 昭和22年11月22日東京中央区月島三号地海岸において集団強盗をその本拠に吸収せる際警官隊に先行して腹部に重傷伊豆山にて療養中仙田はアルバムから離れテーブルの上にある自分のタンブラーを取って一口ぐっと煽った そして、万、ま、全と片手でテーブルの端を撫で、物といたげに三人の顔を眺めた。そうだよ。梶原がその目に答えて静かに頷いた。そうだよ、千田くん。草野の言った、我々の時期が来たんだよ。六 祖国再建を阻んでいる悪条件は少なくない。その中で我々に最も身近な、そして我々の責任につながっている問題がある。千田君も聞いているだろう。特攻崩れという言葉だ。犯罪者と特攻崩れとがシノニムのように考えられていることだ。事実は特攻単位でも何でもなかったものまでが、 犯罪を行う場合、一種の狂気のようにこれを故障する。こういう犯罪者の心理に対して、かつて特攻隊員を育て、その多くのものを絶望的な死へ送り出した我々は、誰よりも直に責任を感じなければならない。そう思わないか、センダ君。梶原は口ひげをなで、言葉に似合わない静かな目で次郎を見た。 近頃目立ってきたのは犯罪が凶暴で残忍になったことだ時を選ばず障子を打ち壊して侵入し何の防御も抵抗もしないものをいきなり拳銃で射殺し斬り殺し撲殺する人間の命を虫けらほどにも思わず犯罪を英雄的行為のようにすら考えているこれら凶悪無残な犯罪者が しかも、だんだん集団化されつつあるという。街路で人を襲うにも、家宅へ侵入するにも、五人、十人と組んでいる。対応なし、数台のトラックで倉庫へ乗り付け、万人や監視を殺傷し、資材を山と降達して堂々と引き上げる。そしてこれらの背後には、さらに組織だった犯罪機構が生まれつつあるんだ。 次郎はまだ立ったままで、ウイスキーソーダの少し残っているタンブラーを片手に、じっとテーブルの表を眺めていた。これはもう、政治の無能とか、道義の大敗とか、生活苦などという定価表を貼って済ましておける問題じゃない。アメリカであれほど消血を極めたギャングが相当されたのは、民衆の正義的奮起と G メンの決定的構成によるものだという。 正義によって団結した民衆の奮起。これは日本じゃまだ望めない。しかし、G 面的役割を果たすものならある。わかるかね、千田君。君。え。と、次郎は目を天井へやりながら、のんびりした口調で聞き返した。バッカスクラブができたんだね。森口と草野が主将者で、 去年の8月、この部屋で結成の杯をあげた。それから一月、草野が、まず責任を果たした。続いて山木が倒れた。しかしこの間に、某有力筋の息のかかっていた陰徳物資の摘発が2件、集団強盗が3件、凶悪な3人組の殺人強盗の検挙が1件片付いている。 そして、その成績が認められて、我々に一つの特権賞が与えられたんだ。沼井君。梶原がこう言って振り返ると、沼井は立って隅にある書き物テーブルへ行き、その中から小さな霧の箱を出してきた。梶原はそれを受け取って蓋を開け、見たまえと言いながら仙田の方へ差し出した。 それは直径一寸ばかりの黄色ーーのバッジで真ん中に国務省特命公安員と小さい字で浮き彫りになっているのが読めた交通機関通信機関警察その他の公的機構はこのバッジ一つで必要な便宜を与えてくれる千田君僕たちは君がこれを胸につけてくれると信じたいんだがどうだろう 二郎は黙ってバッジを取り上着の左の前裏につけて一度前を合わせてからひょいとまくってつき具合を眺めたなかなかたてなもんである彼はもう一度効果を試してニコリと微笑したこのままつけていていいのかい明日の午後5時に横浜へ行ってもらいたいんだよ梶原がウイスキーの瓶を取った ヌマイ君が事情の説明と案内をする。フェデラルエージェントが、僕が必要だったんだね。どうしても必要だったのさ。一週間前から君の現在の状態を調べ、明日は社へ訪ねて行くつもりだった。君は一人息子だからさ、できるなら仲間へ入れたくはなかったんだがね。親父は、 俺の戦士候補をもらったことがある。敗戦の年の10月にね、次郎は残りのウイスキーを干した。その時親父はこう言ったそうだ。あいつまだ生きていたのかってさ。何の意味だいそりゃ。だって戦士の候補だろうだからさ、彼としてはだね。 戦士の広報を出されるまでは俺が生きていたんだってことにびっくりしたわけなんだ。聞いている方がびっくりすら。先代のところじゃ親父までが白文なんだな。そして、和やかな笑い声が部屋いっぱいに反響した。カジワラが改めてウイスキーソーダを作り、四人はテーブルを囲んで立った。次郎は、 片手でアルバムを開き、草野の勲の写真をじっと見下ろした。ほんの一瞬、彼の目は燃えるような光を放った。ほんの一瞬のことである。そして静かに、その写真に向かってタンブラーをあげた。梶原も沼井も森口も黙ってそれになった。 バッカスクラブにおける千田二郎の加盟式は以上で終わった右に紹介した以上には何もなかった彼らは平和の特攻隊だという7人のメンバーから既に死者と重傷者を一人ずつ出しているそれにもかかわらず彼らがこのように淡々と笑い無造作に振る舞っていることを不自然だとかキザとか思う読者があるかもしれない だが作者は弁解も説明もせずによく彼ら自身がそのなすことで事実を説明してくれると思うから家へ帰った次郎はその夜一時過ぎまで父親と楽しそうに将棋を指していた七 くる日の午後4時15分。東方合成樹脂の事務室で千田課長は街灯の片方の袖に手を通したまま電話にかかっていたそれはもう10分間も続いていてしかも永久に終わりそうのない電話だった宮田秘書は横から課長の鼻を眺めていた彼の鼻は2段になって膨れ先端が破綻凶めいた色に光っている 朝来た時彼は電車の扉へぶつけたと言ったが、今よく見るとそんな単純なことではないらしい。年子城は帽子を持った手を背へ回しながら、靴の先でコツコツと床を叩いた。ええ、明日の5時半、今度こそ絶対に間違いなしです。二郎はようやく解放されるらしい。ええ、決して、今度こそ。 では、明日5時半に。はあ、いや、決して。では。お電話、灰山さんでございますか宮田城は電話が終わるとすぐにこう聞いた。昨日はお約束をお破りになったんですよね。冗談じゃないよ。チョコレートは買ったよ。もっとも、お千代が食べているだろうがね。30分延ばしたのさ。 友達に会っちゃったんでね。ネクタイはこれでいいかい何明日また会うからいいんだよ。お花、どうなさいましたの宮田城は手を伸ばしてネクタイを直す。確か寝台からお家になったとおっしゃいましたよね。そんなことを言うものか。もう5分前だ。横浜へ5時までに行けるかね。 子供じゃあるまいし。帽子、寝台から落ちるなんて。お花を、どうなさいましたの帽子と手袋をくれ。人にぶつかったのさ、あの角の。手袋はここだ。花売りが出てるだろう相手が石頭だったんだよ。今朝は電車の扉だとおっしゃいましたわ。 そんならもう疑う余地はないじゃないか。忘れ物はなしと。じゃあ今日はもう帰らないからね。横須賀線か汽車でいらっしゃいますし。宮田城は飛び出してゆく課長の後ろからこう叫んだ。横浜までなら35分で参ります。お花にお気を付けあさませ五5時20分。 千田次郎は、沼井優作と横浜中華街にある某料亭の特別室でビールを飲み食事をしながら話していた。沼井の口ぶりは、例のように低いあっさりしたさりげない調子である。話題は当時の新聞を賑わしている東京湾の海賊事件だった。横浜を消え停泊した船から積荷を3班に移し、 これを3層か5層のランチで衛戦して行く途中突然快速汽船で襲いかかり荷物を強奪して逃げ去る警戒を厳重にして罠をかけてみたりするが賊はその裏をかき網の目をくぐって鮮やかに目的を達しきれいに行方をくらましてしまう彼らは東京湾の海上地理に詳しいそれも極めて詳しいようだ それから、用いている機戦の速力がずば抜けている。戦艦付属級の優秀な奴らしい。この点から海軍出身者だという見当をつけた。それで、橋本が沖中市になって二役の中へ潜った。橋本五郎へえ、彼もいたんだね。もうすぐ会えるよ。 沼井は箸を置いて時計を見た水上署湾内の沿岸各警察航路部船舶運輸局交友うう関係組織と役員や置き妊婦などに意図を通していった結果彼らの中心に元の機関兵装がいるということだけははっきりしたそれで君に出てもらうことになったんだすると そいつは僕が知っている男なのか牧野八郎なんだよ。千田二郎はちょっと目をつむった。パンテで森口にその名前を言われた時、二郎は一種の懐かしさに胸を温められた。牧野は撃沈された戦艦 Y の生存者の一人で、半年ばかり彼らの基地の宿舎に居候をしていた。 年は3つ4つ上だったがいわゆる兵装タイプでないごく柔和な怒るということを知らないような人間でガンルームへよく将棋を指しに来るうち千田二郎と親しくなりまるで第一級の重木のように彼の世話をしてくれたあの男がね二郎は吐息をついたそれでやっぱり人も殺してるのかい これまではないようだが、危ないね。だんだんやり方が荒くなる。最近は二度ばかり負傷者を出した。拳銃でね。が、そろそろ出よう。七時までに本木へ行かなくちゃならない。六時四十分ごろ、二人は本木の海岸を歩いていた。牛込の浜と言われるところで、 西側に断崖がありちょっとした入り江になっているここだけ独立した狭い漁村があると見え小さな平底舟や3トン足らずの軌道漁船が20艘ばかり揚げてあったすっかり暮れていたが浜へ降りるとすぐ右手からタバコの火で輪をかきながら近寄ってくるものがあった塩の香りが温まるように匂い 靴の下でパリパリと貝殻が砕けた。おお汚な、センダ相手は低い声でそう言いながら強くこちらの手を握った。調子はいいかもっぱら FCC。前述スラングと同じで、振られて困る困るの略。すっかり女好きになっちゃったね。普通じゃねえらしい。よかろ いい趣味だ。相手はニコリともしないで沼いに振り返ったそれじゃあ帰ってくれ乗るから右輪に小さな平底船がおろしてあり18区になる少年が貝を持って待っていたなかなか端正な顔の少年である乗り込んで船が滑り出すと橋本は空を見上げながら この風は強くなりゃしないか、かずさん。と聞いた。少年は巧みに貝を使いながら、歯切れの良いせっかちらしい口ぶりで、しかし言葉少なにこう答えた。これはすぐにやみますよ。明日の昼頃まではなぎです。八 1>, 1時間の後2人は大型3班の中にいた5,000トン余りの貨物船へ横付けにされた3艘の中の一つで今盛んに荷卸ろしをしているすぐそばにある船の排水溝から水があふれ落ちているし妊婦たちのわめき交わす声やけたたましいウインチの音などでひどく騒がしい2人は 花の使えそうな片隅で荷物と荷物の間に腰をかけていた。貨物船の減速刀がほのかに頭上から橋本五郎の風貌を初めて我々に見せてくれる。眉と眉の迫った目の鋭い、清宮で合情らしい顔つきだ。武将ひげが伸びているし、妊婦の仕事着を着ているから一層人品が良くない。 彼は青森県のの豪農の四男に生まれ、札幌の農家を卒業間際に仙台の高架へ転じ間もなく海軍へ取られた梶原が我慢強いので「いじらしい堪忍袋」と言われたのに対し彼は喧嘩カっ早いので「森の石松」というあだ名がついていた奴らは高値で量の少ないものを狙う橋本がささやくように言った。 どこから情報を取るか、実に正確に狙ってくるんだ。この二役はいつか続いてる。俺は毎晩網を張ってきた。だが、現れない。知っているんだ。今夜の荷の中に貴重な化学薬品があるということを、今日まで手を出さなかったのはそれを知っていたからに違いない。これが済めば当分目星には入らないというし、 俺には予感があるんだ。今夜こそ、奴らきっと来る。二郎は用心深くそっと鼻をひねった。君は、まだ出会ったことはないのか綺麗に二度小股を救われた。いまいましそうに橋本は顔をしかめる。一度は離れたところだったが、 一週間ばかり前には鼻の先だった。それもほんの二回りちょっとの鼻先さ。こっちはおとり三班に乗っていたんだが、奴らは見事に本物を掴んでいった。水上所の規定のライトが逃げゆくところを見せてくれた。船尾は真っ白く、スクリューの巻き立てる波が沸騰していたよ。そんな距離で追いつかないんだね。 5分もすると消えてしまった素晴らしく出る逃げ出したら到底ダメだ言葉が切れた妊婦のわめきやウィンチの音は相変わらずやかましい向こうで防波堤の赤と白の灯台が明滅していた接近してくるときにわからないのかね栄光と同側で接近する場合と ランチの正面から来る場合とあるが、まるで艦隊夜間戦闘の隠密接敵以上に巧妙なものらしい。まずランチへ三人、三班へ二人ずつ入り込む。みんな拳銃を持って合図することも声を上げることもできない。そのまま栄光を続けさせながら、目的のものを素早く規定へ移す。そして、橋本は、 片手で一種の身振りをしたさっと引き上げるんだ次郎は黙って目をそらしたその貨物船は郊外の8番部位に係留されているまだ他に遠く近く幾層か停泊した船が見えるだがみんな黒い影だけでひっそりと音もしない風はほとんど落ちた 空は螺鈿のような星だったどういうふうにやるんだいよいよ現れたとして水上症なんぞと連絡はあるんだろうがいやそんなものはない警戒はあるが形式だけだするとどういうことになるんだ君と俺の二人でやるんだ牧野をつかむかやつらのねじろをつかむか どっちか一つをものにするのさ体当たりだ十0時近くにランチが来たその時ちょっとゴタゴタがあった3層を左からつなぐはずなのを右端へつけてきた予定では2人の乗っている3班が末尾になるところを先頭の位置でじかに県院線へつながれたのである橋本は二郎に隠れていろと言って 注意しに行った。これじゃ繋ぎ方が逆だ。あっちへつけてくれ。彼はぶっきらぼうにわめいた。向こうが頭になるんだ。そう聞いてこなかったのか。命令でこうしたんだ。俺たちは知らねえ。これじゃ困る。船長はいないのか。次郎はそっと覗いてみた。 すると、ランチの友へ武装警官が5人出てきた。そして中の一人、軽機銃を持っている警官が彼に答えた。この3班には貴重品が積んである。だからこれは先頭にして繋ぐことになったんだ。君は誰だ橋本は、へさきへ行って、くるっと反点の前裏を開いた。例の黄色のバッジを見せたのだろう。 その警官は挙手の礼をし言葉も穏やかに改めたご苦労様です知らなかったものですから水上書の規定さえ遠慮してもらってるのに諸君がこんなに来られてはちょっと困りますね不必要な犠牲者はどちらからも出したくないんです今夜は肝心なチャンスなんですからしかし我々も上司の命令で参ったのですから 警官は困惑したように同僚の方へ振り返った。もしお望みでしたら、我々はあなたの合図があるまで出ないことにします。発砲申しません。その点はお指図通りにします。それでは声をかけるまで決して出ないことと、絶対に銃器を使わないこと。橋本はその二つ固く念を押して戻った。 しかし、非常に不満らしい。元の場所へ腰をかけると、激しく肩を揺り上げて下打ちをした。余計なところへ出しゃばりやがる。おそらく奴らに情報が言ってるだろう。ことによると、今夜も無駄漏れになるかもしれない。こんなことまで分かっちまうのかだから俺は警戒を解かせたんだ。 もしそれを承知で来るとすれば、ただじゃすまない。橋本は胸の上で腕を組んだ。奴らのやり方は相当に荒っぽくなってきてる。いきなりぶっ放すという危険は十分なんだ。だが、それも一つの手じゃないか。二郎が言った。 彼らにはポンポンやらせておいて、その隙に僕たちは僕たちのことをすればいい。俺は犠牲者を出したくないんだ。もう聴炎を治すには腹を切らなくちゃならない。僕だってぶっ放すかもしれないぜ。荷卸ろしが終わったのは11時近かった。橋本は最後尾の3班へ移った。 前後に分かれて機械をつかもうというのだ移っていく時彼はもう一度武装警官を呼んで念願をした絶対に撃たないでください声をかけるまでは決して表へ出ないでください責任は僕が持ちますからお願いしますランチの友でスクリューが水をまき始めつながれた3層の3班は互いにロープをきしませながら やがて徐々に潜伏から離れ出した妊婦は5人ずつ便乗してきたが衛戦が始まると先頭の部屋へ降りていった夜食でもするのだろうまもなく賑やかな談笑の声が聞こえてきた杉田から金沢横須賀辺りへかけて町の明かりがちらちらとビーズ玉を連ねたように瞬いている観音崎の灯台であろう 暗い海の彼方で回転工房が時折さっと青白く光る。二郎は目をつむる。すると、山木八郎の柔和な丸い顔が見える。防暑服を着た彼は、ガンルームの隅の椅子にかけ、両股を開いた間に指を組み合わせた手を垂れて、泣き笑いのように顔を歪めながら。罪だよ、仙田注意。 これは罪だよ。こうつぶやいては二郎を見上げる。一気命中なんて、これはもう戦争じゃないよ。屠殺通で牛か豚を殺すのと違わないじゃないか。もしも戦争に勝って日本が世界の王様になれたとしたって、この罪だけでも神も仏も許しゃしないよ。先ンタ中意。 ひどすぎる罪にしてもひどすぎるよ18年11月3日神風特攻隊のレイテ島九州に大本営発表は「一気命中」と報道したその時のことであるこの表現は基地の若い士官たちを奮撃させたが最も深く次郎が心を打たれたのは牧野兵装の「 静かな罪だよというつぶやきだった泣き笑いのような顔で真偽のようにつぶやいたその単純な言葉ほど真実で人の心の奥底に食い入るものはなかった次郎は目を分けて伸び上がった右玄の方へ低いエキゾスの音が聞こえたから 遠くイサり火が3つばかり見えるポンポンという低い音は右前方から近づいてくるようだ彼はポケットへ入れた手を出すエンジンの音だ果たして音もなく一層の漁船がすれ違っていった「どうも昼間は寝られねえだよ」漁船の中でこういうのが聞こえた。 目はつぶるがねえ。どうもぐっすり眠れねえだよ。二郎は再び腰を下ろす。空気が冷えてきて、じっとしていると身震いが出る。武装警官の情報で諦めたのか。衛戦を始めてから三十分以上も経つ。タバコの吸えないのがつらい。芝浦の岸壁へ向かっているはずだから、 向こうに見える明かりは川崎か鶴見だろう。広く寒い。西北の空にオリオンが光っている。と、県員線の上に人が出てきた。もういいだろう。こういうのが聞こえる。危険区域は過ぎた。最後の5分ということもあるが、別の声がそう答えた。 それにしても寒い。上がったら何より先に一杯だな。彼らはもう危険感から解放されたらしい。タバコの火をつけるのが見える。橋本がいたら怒るだろう。しかしこっちも一服やりたいのは確かだ。二郎は街灯の襟を立てる。話し声が消え、ランチでチーンとエンジンへの合図が起こる。 スクリューが激しく水をかむと3班のへさきがトンと当たった速力を落としたらしいどうしたのかとのぞこうとするとランチからこっちへ乗り移ってくるものがあった例の武装警官だ軽機銃を持ったのが先頭で7人いた警官たちは船べりを歩いて友へ行く 次郎は荷物の間から顔だけ出した。警官の一人が先導部の部屋の引き戸を開ける。中から刺す灯火で、拳銃とケーキ銃が鈍く重げに光る。出ろ。声を立てるな。しゃがれた声だ。早くしろ。物を持つな。手を隠してから出せ。早く。 扇動が出る。妊婦が一人ずつ出てくる。これで全部か。よし、向こうへ行け。彼らの姿は暗くなり、見えなくなる。ロープを引け静かに引くんだこんな声が聞こえる。何が起こったかを二郎は了解する。頭がジーンとなる。 本能的に会場を見回す。遠い沿岸の明かりのほかには何も見えない。すでに隅田川の水が挿しているのだろう。船渡にピチャピチャと流れのよる音がする。みんな向こうへ乗れ声を立てると、先導や妊婦たちは次の三班へ移されたようだ。よーしという声が聞こえる。 県民船の機関室でチンチンと合図が二つなる。機関がうなり出し、グンとショックが来る。同時にどこかでロープの切れる音がし、ランチの船尾で滝のような水音が起こった。ひでえ寒さだ。警官たちは戻ってくる。つま先が馬鹿になっちまった。何時だ十二時半だ。 五分遅れてる。彼らは荷物の間へ入ってきた。いくらかしのげるぜ。二郎は背中をぴったり荷物へ押し付け、右手をズボンのポケットへ入れた。拳銃を握ると、手のひらが汗になっているのを感じる。十。 三班を一層だけ引いて、その県員船が一回りばかり来たとき、右手の後方で拳銃の音がした。置き去りにされた三班の中からだ。海面では音響が近く聞こえる。ほとんど鼻先のように。赤いバッジの先生さ。彼らの一人がごそごそ身動きをしてツアーを吐く。だが、先生も怒ることはないさ。 とにかく家へは帰れるんだ来たらしいな一人がが荷物をがたりと揺らす。音が聞こえるタバコを捨てないか叱られるぜ軽快な柔らかい気管の音が近づいてくる次郎は荷物の間から身をずらし船側へピタリと張り付く間もなくさーっとへさきで水を切る音が近くなる こっちの速力は変わらない。次郎は渇きに襲われる唾を飲もうとするが舌が動かない喉の上下がくっつきそうな激しい渇きだ豪の中で爆撃を食っている時もこんなことがあった明かりをつけない規定が滑るように3ンと並行しドンと接着した次郎は指で手首の脈拍を探った 人声はしない。足音が多くなる。規定のいかにも柔らかい気管の響きを縫って荷物を運ぶ音だけが続く。あたりは真っ暗だ。二郎は体をそっとずらせる。心臓が引き裂けそうに激しく打つ。もう少し身をずらす。街灯の裾が何かに引っかかる。彼はそっと

それから身をかがめて二包みに手をかける。担ごうとする。後ろで低い声がした。そいつは違うぜ。二郎は息を呑んだ。こっちだ。この山までだ。相手は手で積み荷を叩いた。二郎は示された二包みを担いだ。重くはない。 支えた両手で頭を隠す。先へ行く男の後ろへ着く。靴が滑りそうだ。原則が少し離れて揺れている。真っ黒い水が見える。田が飛び移る。汽船の後半が大きく口を開けている。荷包みはその中へ積まれている。次郎は中へ降りて、 担いできたものを積み上げる人はいない。彼は素早く肩掛けへ身を潜める。むっとガソリンの匂いが鼻を覆い、また激しい乾きが起こる。水が欲しい。一口でいいから。彼は耐え難そうにあいだ。10分の後、規定は快速で走っていた。 彼はその責任を果たした二郎はそっとこうつぶやく草野見えるよ君の笑い顔が30分そこそこで規定は速力を落とした徐行が続いたそれから5分機関はゴースタンのうなりを上げ船尾で水が騒いだ 規定は全く停止し人声が起こった先に駐車するかこれは初めて聞く声だしかし二郎には覚えがあるそれとも上げてっからにするか片づけちまいましょうその方がいい落ち着いてやれるみんな元気な声だすぐに足音が近づく 郎は身を縮める。もし明かりがあるとしたらがふたが開くと真っ暗だよいしょと誰かが降りてきた口笛を吹く荷包みを抱えるいいか上に待っている者が手を出すもうちょっとだには下から押し上げられる。 手から次郎は唇を噛む。これでは紛れ込むことはできない荷包みは次々に減ってゆくガソリンの匂いが強く揺れる「霜が降りてるぜ」「上で声がする」「地面がパリパリ鳴り上がる」「ドシンと荷包みが崩れた。二郎は後ろへ沿った」 無限のように感じられる時間だ。が、ついに終わった。これでしまいだ。よいしょ。最後の一つが上へ渡された。男は口笛を吹き、バタバタ体を叩く。次郎がその後ろから、右手を首へかけながら飛びかかった。おい、どうした 上かから誰かが呼ぶ。何を暴れてるんだ滑っちゃった次郎はこう言ってもろ手に力を入れるあ痛え向こう船をやった相手はすぐに落ちた次郎は身を起こす先へ行ってくれこう言ってヒュッと口笛を吹きうなる 痛くて立て立すぐに行く手早く男のバンドを抜いたがまず上着を背中からぐいっとまくって顔へかぶせるそれから両手を後ろへ回してしまったひでえ目にやった二郎は上へ上がる弁慶の泣きどころだハッチを閉める間に待っていた3人が歩き出す 水を引いたていこの中だ。外へ出ると木があったコンクリートの塀がほの字のく続きバラックが並んでいるどこだろう横須賀沿岸か千葉かまだいてや先へ行く一人が振り返る次郎が口笛を吹く大したことはね そして足を引く。こっちのものだ石造りの倉庫に突き当たると右へ曲がった靴の下で凍った土が鳴る倉庫は5頭並んでいるその向こうに少し離れて木造の平ったい亜鉛吹きの建物がある後ろは真っ黒に木の茂った丘だ3人はその建物の いいている扉から入った11運送店の事務所といったガランとただっ広い部屋だ車庫傘をつけた電灯が一つついているその光の下に2人の男が立って1人はタバコをくわえて笑いながら話している 下半身は並んでいる机に隠れて見えない他の者はガラス戸を開けて奥へ行った着替えだろう次郎はタバコをくわえた男を眺める口ひげを立てた顔はいよいよ丸く日に焼けてたくましくなっただが牧野八郎である目も鋭くなり人相も変わった だが牧野八郎だ。問題はトラックですかね。牧野の相手はこう言いながらかがむ。五台ないと間に合いませんよ。二トン半度が都合できれば。牧野は短くなったタバコを投げ、靴で踏み消してから、机を回って右手のドアを開けて去る。身をかがめていた男は酒瓶を取り出し、机の上に並べる。 マキノが何か抱えて戻ってくる二郎は前へ静かに歩き出すびっくりするぜマキノがこっちを見た誰だ二郎はゆっくり前へ進むそれから帽子を網田にして立ち止まる顔が見えるようにしばらくだね へそ酒瓶を並べていた男がギクッと振り向いた椅子が倒れて高い音が天井へ反響した二郎はもう一歩ゆっくりと前へ出た忘れたのかい千田二郎だ牧野は目を見張ってこっちを見る振り向いた男は机の上の拳銃を取った 牧野は何も言わない。ガラス戸の向こうから男たちが戻ってくる牧野はこっちを見たまま抱えているものを静かに机の上へ置く缶が一つ転げるとそれを起こしながら目ではやはりこっちを見ている戻ってきた男たちはもう警官服ではない異様な空気に気づいて立ち止まる順々に立ち止まって そこにいるる。郎を見る俺のお客さんだ。牧野がしゃがれた声でゆっくりと言う。騒ぐには及ばない。目はまだ二郎から少しも離さない。食い入るような粘りつくような目だ。簡単に言ってください。歯と歯の間から低い声で言う。 ご用は何です君と2人で話したいんだ言いながら次郎は拳銃を出し静かにそばの机の上へ投げた牧野の目はまだ彼から動かないしかしゆらりと手を振ったしかしゆらりと手を振ったあっちへ行きましょうそれから男たちを眺め回した 先にやっててくれ。要はすぐに済む牧野はさっき入った部屋の扉を開けた二郎はそのあとに続いた牧野は電灯をつけ扉に鍵をかけたそう粗末でない応接間といった感じだが家具が少なくて床の広く開いているのが寒々しく見える牧野は接客テーブルに背を持たせ 煙草に火ををつけながら目を上げ憎悪の燃えている目だそれから唇をゆがめた伺いましょうただしお説教じゃないでしょうね拳銃を持ってるかい危ない橋を渡りますからねそれを出したまえ牧野は唇で冷笑し上着のポケットへ手を突っ込んだ そして小型のコルトを取り出し手のひらでくるっと一回転させてからテーブルの上へ置こうとした「いや置くんじゃない」「持つんだよ」次郎はこう言いながら上着を開いた「しっかり持つんだ」「安全上を外してね」それから上着の左の裏を見せた「打ちたまえ」 これが僕の用事だ牧野の口からタバコが落ちた黄色のパッチ牧野の目はすぐ次郎の顔へ戻る右手はそろっと拳銃を握り直したそうだそれで引き金を引くんださあ撃たないとでも思ってるのかい,い先生歯と歯の間から 牧野が言うおふくろや女房や子供が生きていたらそのくらいのシャレっケは出るかもしれない「牧野兵僧」は <laughs> は人間が違ってるんだお前さんの考えるような打ちたまえ二郎は遮った僕も君のシャレっケなんか見たくって気やしない文句はいらないんだ 打ち給え。牧野は安全錠を外した持たれていた体を起こしただがそのまま5秒たつこうすれば撃てるが二郎が大股に出た手を上げて牧野の方を殴った牧野の頭がぐらっと揺れ手から拳銃が飛んだ二郎は相手の襟をつかんだが 牧野の拳が非常な速さで二郎の顎へ来た体が当たり組んだまま扉へのめりかかった拳の乱ンとゾウのうめきがもつれ合って椅子を押し倒しながら部屋の一隅へ転倒しガラガラと整理戸棚のガラス戸が砕けた扉の外へ駆けつけた男たちがわめき叫びながら入ろうとする扉が歪んで。 悲鳴を上げた。入るな、入るな牧野は二郎をねじ伏せながら絶叫した。何でもない。もう片付く。牧野はもろ手で二郎の首を締め上げる。二郎の鼻と頬から血が噴き出ている。口からも。そして抵抗をやめ、目をつむっている。 牧野はぞっとして手を緩めた。もう一息だ。次郎がうめく。牧野、緩めるな。すぐ進んじまう。なぜだどういうわけだ何のために牧野は激しく二郎の首を掴んで揺する。そしてあえぐ。 何のために貴様は罪の償いだ。君が言ったじゃないか。俺が何を言ったこれは罪だ。千だ注意。二郎のつむった目から涙がこぼれる。これは罪だ。一気命中なんて。 これはもう戦争じゃない。たとえ日本が勝って世界の王様になっても、この罪だけで神や仏は許すまい。覚えてる。あの時の君の声も顔も忘れちゃいない。二郎は、 床の上で頭をゆする。涙がついついと両目から頬へシマをかく牧野は歯を食いしばりギュッと顔をゆがめる込み上げてくるものをようやく応募しているしかしそれはあまりにも激しく強い彼は両手を床へ着く千田さん 牧野は悲鳴を上げ両手で二郎を抱きながら泣き伏す千太さんたくましい体が波を打ち男のおえつが喉を引き裂く二郎はその背中へ手を回す罪は誰にある千太二郎だあれだけ多くの特攻隊を 俺はこの手で送り出した。企画し、命じたものは他にある。だが送り出したのは俺だ。俺たち基地の者のだ。それだけじゃない。戦争に負けた現在。殺人、強盗、闇や。戦争であれだけ悲惨な目にあった同胞が立ち直ろうとしてもがいているのを。 打ち殺し切り殺しかすめ取る。ひっくるめて特攻隊崩れと言われているマキノ特攻隊崩れだそして彼らの手で殺され奪われる者の,の中には特攻隊の遺族がある子供を、兄弟よ 特攻隊に取られた遺族がある俺にこの人たちを守る力がなければせめてこんなことをした罪だけは償わなければならない次郎の声は低くかすれた俺たちにそれを誓った草野はもうその償いをした 去年の九月十八日、あいつは気流で、強盗団の弾を浴びて、死んだ。シャレやごまかしで来たんじゃないんだよ。牧野、君の手で、償いを果たしてもらいたいんだ。牧野の応援は、 道国になった分かったらやってくれ次郎は槙野の手を探った槙野俺に償いをさせてくれ十二午後二時二十分 二郎は小引き町のビルの階段を上っている片面を残して包帯に包まれた頭で帽子が傾いている左手も包帯して首からつってあるおまけに右足を引きずっていやはや派手な格好だバッカスクラブの扉を叩く。開いているよどうぞ次郎は扉を開けて入る 昼間だが電灯がついて、梶原と森口がいる。二人はこちらを見て口を開ける。次郎は片手をくるりと回し、足を引きながらテーブルのそばへ行く。千田君か。梶原が目を見張って、がたりと椅子を揺らせて立つ。なんと。突然、わははははと森口が笑い出す。 彼はまだ目の周りが紫色であるしかし唇はもういいのだろう椅子の上でのけぞって思うさま笑う電話をかけてくれないか二郎はそーっと椅子へ腰をかける半分だけである千代田の1127だ。 梶原が電話機を引き寄せてダイヤルを回す二郎はタバコを出す口にくわえると森口が目を拭きながらライターを差し出す笑いすぎて涙が出てきたわけだ二郎はうまそうにしかしそーっと煙をふく「出たらね」ぞ「はい山澄子さん」 二郎の言葉ははっきりしない舌がよく動かないと見える相山み。そうその人を呼んだねいや君が君が頼む出たかい出たよ梶原は掃脇の口を塞ぐこれが君の網かこう言ってくれたまえ 明日は参れません以外今日は用事ができてそう休養だら。えええー、出し入れのならんない休養でいけないからって梶原はそれを伝える二郎は背中をそーっと椅子のもたれへ当てる と息をつく梶原の持っている受話器の向こうから声が漏れるキンキンカンカンと八継ぎマに響く梶原はそれを耳から離して二郎の方へ向けるこの通りだ恐ろしく怒ってるまるで悪気羅説だね絶好だと言ってる言ってんくれたまえ待ってくれって。 一週間梶原はそう言おうと努力するしかしそのキンキン声はキンキンわめくなりガチャッと思いきりよく切れてしまった梶原は肩をすくめ受話器を次郎に見せて首を振ったおしまいだよ諦めるんだね次郎は天井を眺めるしばらくしてうなる それからそーっと椅子を立つ槙野は四五日うちに自首するよ続品は散らしてないそうだそっくり戻るだろう。多分そして静かに戸口へ行く帰らなくっちゃねええ止めないでくれ秘書がやかましいんだ なんと言われるがこの格好だからねじゃあそういうわけだからあぜんと見送る二人を後に次郎はゆっくりと戸口を出る階段の手すりにつかまってそろそろと見当をつけながら降りてゆく5番目もかへ <laughs> ラチやネア